しぶりでございます。お元気でしょうか。ちょっとこの2週間ですかね、夏休みをいただいておりまして、ほんとゆっくりしておりました。久しぶりですね。 YouTube を始めてだいたい十何年経つけど、もうギターも弾かない、 YouTube も全然見ないとかね、あまりこう関わらないというのはあんまりなかったんですけど、かといって旅行に行ったわけじゃないですね。猫がいるから旅行に行くには行けないんですけど、まあゆっくり、まあギターとか音楽を離れてちょっとねゆっくり過ごしている時間がたまたまあったので、2週間ぐらいね何もしないで、なのでまあね動画出さないのという方もね、ちょこちょこね問い合わせいただきましたが、まあ、やっとまあ2週間経ってまあやってみようかなという感じになりましたので、今回はまあただの雑談というか、まあ、ご報告というかね生きてますよという感じですね、こういった雑談動画を1本作ってみようと思いました。というのはですね、もう全国的に暑すぎてもうなかなかやる気が起こらないというのもありましてね、大変な季節になってきましたけどね、まあ、そろそろもうちょっとゆっくり涼しくなってくれればいいと思うんですけど、ということでね、いろいろこう考えたんです。 J チャンネルもねどうやっていこうかなという感じで考えた時に、音楽だけだったらなかなか厳しいもんがあるのかなという感じもあるし、やっぱりこういろんなたくさんのチャンネルをやってしまうとなかなか分散してしまうというのもあるし、結局いろいろ考えた結果ですね、やっぱり自分の好きなことやろうと、ギターとかいろいろこうレビューとかね、いろんな感じで音楽系も含めて違うやつもいろいろこう大きくね含めてレビューとかギターとかいろいろこうね、まあやってることはそんな変わんないんですけど、やっぱりちょっとこう十何年やって疲れが出たのかなという感じもしておりますね。なんかやっぱり、なかなかこううまくいかないとこはあるので、難しいという感じもあったけど、でもやっぱり楽しんでやりたいなという気持ちはあるので、これからもまたねギターを弾きながら2週間やってなかったら、だいぶタコはね柔らかくなって綺麗な手になってきました。爪も伸びてきたしね、こんなに爪を長く伸ばしたことはないんですけどね、かなりもう何ミリか伸びてるんですね。これからまたいろいろやっていこうと思いますのでね、バンバン一本ね、まあ、雑談動画を作ってみて、これからまたいろんなことをチャレンジしていこうかなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。あとはね、熱中症大丈夫でしょうかね。ひどい感じじゃない、ちょっとぼーっとするような感じがなってきてやばいなと思って、まあ、クーラーつけてね、すごく静かにしていたら治ったりしたんで、これがひどくなるとやっぱりこう大変なことになっちゃうね。なのでやっぱり水を取りながら、やっぱりクーラーもつけないとね、エアコンとかつけないとやっていかないし、猫はいるしね、なかなか難しい問題でもありますけど、自分の体は自分でねやっていかないとなかなか、まあいい年ですからね、頑張っていきたい。親父 YouTuber としてまたね奮起しないといけないなとは思ってるんですが、という感じでしょうかね。やっぱりあとはレビューとかね、いろいろこうミキサーとか今ね貸していただいたりして、これもレビューしないといけないし、あとはいろんなこうレビューも溜まっているんですね。まあ解説動画なんかもギターもやるんで、いろんなことをやっていきたいと思いますしね、浜田省吾のねさんの DVD とかブルーレイだったんで、そういったのもねいろいろこう見ていきたいとか思ってますので、なかなかね時間が足りないと、足りないけど寝るときは寝るんですけどね、なかなかね、どうでしょうかね、皆さんお元気でしょうか。やっぱりこうモチベーションが下がってきたので、ちょっとお休みして充電してこれからまた頑張っていこうかなと思っているところなんで、よかったらねコメントたくさんいただければね、要望とかねぜひ答えていきたいと思いますし、若干ちょっと価格が変わったりしたんですね。でここらの方もちょっと変わったりしてるんですけど、ちょっとこう、まあ、向きもね こちらにカメラがあって、こういった感じ2通りの感じの撮れるような感じでして、また違う動画も出ると思いますのでね、そちらも見ていただければと思います。あとはやっぱり客観的に見て J チャンネル、ちょっと真面目っていうことでもないんだけど、ちょっと面白みがないなということで、どういうこう笑わせるっていうのはあれですけど、ね、ちょっとこういろんなチャレンジをしていきたいと思いますので、まあね頑張っていきたいと思いますけどね、やっぱりチャレンジといえばダイエットですかね。ダイエット、本当にねダイエットにぴったりのねマグカップを見つけたんですよ。こちらがこれで飲むとなかなか厳しいものがありますけどね、なんかちょっと面白いのがありましたね、と見つけましたけどね。あとはね動画編集ですね、プレミアプロを使ってるんですが、今フィモーラっていうのがすごいね流行ってる
これもちょっとやな練習していきたい、これに移行していければなと。今 AI とかあるでしょ、 AI でいろいろやってくれるんですよね。それを使わない手はないなと思ったりして見たんですね。あとはミキサーを変えるか変えないか、デジタルに変えるか、ちょっと今ねメーカーさんからお返ししたので、これまた今使ってる最中なんですね。というところですかね、現状的には。あとね、またね、モニターディスプレイですね。モニター、PC モニター。これがね、壊れてね、1年2週間で壊れた。修理ができないという感じで、新しいの買いましたけどね。やっぱりちょっとな、あっちのね、安いのがあったんで、買ったんですけど、2つともちょっと失敗しましたね。早く壊れました、やっぱり。やっぱりこう、日本のメーカーとか、アイリス、大山とか、ここら辺りがいいな。今や安くなってるんですよ。昔はね、2万円くらい出さないといいモニターがなかったですね、20インチで。今はね、1万3000円くらいで結構いいのがあって、日本製とかあって。これがいいなと。やっぱりこうね、パッケージになんかこうちょっと不安になってきた。なのでちょっと高くても日本製とか信頼できる。今はまあ日本製じゃなくてもデールとかね、今一応信頼してるんですけど、今このことは IO データも一つ使ってます。これも長く持ってます。だからアイレス大山に今度変えて、これをまたレビューしようと思いますけど、ね、やっぱりちょっと高くても日本製がいいと思ってたんですけれど、今同じくらいの値段でもう買えるようになった。それに3年保証。これまたね、レビューしていただきたいと思いますので、やっぱりちょっと、モニターは長く使うもんなんでね、やっぱりちょっとこう、今3台あります。3台、4台。ちっちゃいのが2つと大きいのが3つかな、ありますので、これの方もやっぱりやっていかないといけないし、やっぱり2週間、ぐうたらでもないんだけどね、何も動画もしない。やっぱ編集をしない楽さっていうのがありますね。なのでこのすごくこうゆったりった、これ今まではもう毎日毎日編集に何時間何時間かかってたんですよ。ちょっと疲れてたのかなと。それ暑いしね、これからまたねちょっとこういろいろ頑張ってチャレンジしていきたいと思うし、ギターも弾きたいし、いろんなレビューも出していきたいので、考えて1週間に1本ちゃんとした動画を出すのがいいのか、それとも週5本くらいのがいいのか、いいのか、毎日出した方がいいのか。毎日出すとどうしてもクオリティが下がってくるんですよ。だからベストは週に1回出すのがいいと思う。毎日2回ぐらいでベースでいければ嬉しいなと思ってるんですよ。とりあえずまあ雑談動画みたいな感じを出すとね、とりあえずこうつなぎみたいになっちゃう。じゃなくてもうちょっとこうしっかりとディスプレイとかね、今度買おうと思ってる人のためになるようなまあレビューができたらなというふうに思ってますので、そこらの方もねまたやっていきたいと思います。今回はね、ちょっと2週間失敗してくれてる人がどれだけいるのか分かりませんが、まあ、2週間以上はね、何もしなかった、アップしなかった。まあ、とりあえず動画を出してみましたけどね。ということで、またリクエストとか要望とかコメントありましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。Gチャンネルまたこれからね、頑張っていきたいと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。おかしいな。ではまた次の動画を見てね、バイバイ。